もう10年くらい前の話だけど、ゲンチャリで走っていたら、路地から突然、軽トラが飛び出してきて、車体の横っ腹に正面から激突。ゲンチャリごと、ピョーンと飛ばされて、割れたボディで、膝をスパッと切った。自分で言うのもなんだけど、運動神経は割といいから、地面に叩きつけられてゴロゴロ転がった割には、膝を切った以外は、どこも怪我はなかった。骨が折れてるわけでもないし、自分で歩けた。警察呼んで現場検証した後、軽トラの運転手のお兄さんに付き添われて、すぐそばにあった、外科病院に行った。膝の傷は、ちょうど、お皿の上の部分、3センチぐらい切ってて、9針縫った。後になって思えば、雑な医者だった。縫った後、なるべく足伸ばしててね。とだけ言って、ネットの包帯をかぶせてくれただけだった。なんせ、縫うような怪我をしたのは、初めてだったから、そんなもんだと思ってたんだよね。膝のお肉なんて、厚めの包帯で、ガチガチに固めるなりしてくんないと、どうやったって、伸びたり縮んだりするじゃん。結果、抜歯する頃には、黒くて、大きなしこりみたいになって、醜い膝小僧が出来上がった。当時まだ20歳だったし、こんな醜い膝になったのが、辛くて辛くて、知り合いに相談したら、そういう時は、外科じゃなくて、形成外科に行った方が良かったねって言われた。形成外科なら、もっと綺麗に縫ってくれるよ、って言われて、形成外科に行ったんだ。そしたら、醜く固まった部分を切除して、上下の皮膚を引っ張ってきて、縫い直すという手があると言われ、お願いすることにした。手術日当日、部分麻酔で、1時間ぐらいで終わるよう、とは聞いてた。手術台に横たわったら、膝の周りの何箇所かに、麻酔の注射を打った。そして、膝をもみもみして数分。今度は、ピンセットみたいなので、膝をツンツンついた。どう？痛くない？麻酔効いてる？と聞かれた。チクチクするから、まだ効いてないかも。と答えた。そう？となんか軽い言い方で、さらに1分か2分ぐらい様子を見た後。次は、麻酔が効いてるかどうか、確認することもなく、いきなり、スパッとメスを入れられた。はう。あまりの痛さに、声も出なかった。横にいたナースが、先生、すごい痛がってますけど？でも先生、無言で続行。血圧もぐんぐん下がってますし。そこで、やっと手を休め、麻酔の注射を追加してくれた。そこからは朦朧として、よく覚えてない。気がついたら、包帯でがっちり固められて、膝を曲げられない状態になっていた。今では、傷跡がわからないぐらいに、綺麗に縫ってくれたけど、スパッと切られた時の痛みが、トラウマになってて、未だに時代劇が見られない。ざっくり切られるシーンを見ると、はぁ、ってなってしまうんだ。